はい、こんにちは、スカツでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回はね、なんとね、本日、9月のね、3日なんですよ。 実は9月の3日ってね、私つかつのこのチャンネルが誕生した日なんですね。つまり本日をね、まあ、持ちましてね、私つかつのね、チャンネルは2周年を迎えるということなんですね。いやー、嬉しいですね。私つかっちゃんは2年間 YouTube 活動をやって参りました。ああ頑張ってきたよ。いろんなことあった。本当にいろんなことあった。僕がなぜこのチャンネルをね、始めようと思ったのかっていうね、 のね1つあってそれはね僕2年前に勤めてたね仕事があったんですけどそれねめっちゃブラック企業だったんですよブラックっていうかそこはねもう上司と僕ともう1人ぐらいしかいないちっちゃな会社だったんですよその上司が結構ワンマンでやってたんですけど人当たりがきついんですよね少しでもミスするとそれを100倍ぐらいにしてわーって言ってくるんですよだからね僕それで疲れちゃってバターンってね倒れたんですね1ヶ月ぐらいもう寝 寝たきりみたいになったんですよで、もうその会社はすぐ辞めちゃったんだけどそこから、ね、実家に帰ってきてちょっと時間あったんですね何ヶ月か経って回復してそこから何か始めようと思った時にあ、YouTube やろうと思ったんですねで、僕はそれ以前からねもちろん本大量に買ってましたから中学校から始めてますからまあ、正確な年数は分かんないけど15年僕は本を買って本を読んでそしてこのね部屋には1万冊の本があるわけですよだから本当に本 本が好きだったので、まあ、youtube やるとしてはもう本だなと思ってた。そこから2年経つわけですよ。この2年間で僕が上げた。動画数は580本ありますね。そんなにね。高ペースでね。動画出してるさ。小説系の youtuber っていなくないまあでも、それを僕は基本にしたかったんですよ。つまり早く出すっていうね。もう毎日のようにポン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 動画を出すっていうのを最初から目的にしてたんですよね。で、僕の最初の方の動画とかね？ね 見てもらったらいいんですけど純文学のね本を一冊ずつ書評していくっていうね動画シリーズだったんですよで結構ニッチだったんですよねでそれがちょっと受けた感じもするんです誰も紹介しなかった本を紹介してると いうことですよね。まあ、純文学の小説なんか、わざわざ読もうと思って読まないと、読めないような本が多いので、普通の本屋さんには置いてないみたいなこともありますからね、それを紹介してたということですね。まあ、今でもそういうのは多いかもしれないですね。ただ、一冊紹介の動画が最近なくなってきてますから、またやろうと思いますけどね。チャンネル登録者数は3,500人をね、超えましたね。いや、これはね、もう本当に皆さんのおかげでございます。動画出すだけだったらね、あの大 ってできるんですよもうバーって出しちゃえばいいんだけど登録者数が増えるってことは皆様方がねいらっしゃるから増えてるわけで僕はもう感謝しかないですよ本当に視聴回数というか全ての動画のね580本ある全ての動画の視聴回数は73万5千回再生されておりますねいや嬉しいですね本当はこのね2年間いろいろあったよ出版社さんから本もらったりとか作者の方とねちょっと交流したりとかあとバーねナン、no. バー開かせていただいたりとかそれ一度だけライターの仕事しませんかみたいなお仕事をねもらってそれが消えたこととかもあるんですけど現在進行形でこれ言えないんだけどいいことあったんですよ最近やっぱりこの youtube 活動やってきたっていうのが一つあったんじゃないかなと思います やっぱ継続ですよね。すべては継続だと思うよ。もう自分の趣味でいいからね、続けることだと思うね。やっぱ YouTube をやるってことはデータが残るってことなのね。これは結構三浦淳思想っていうのが最近になってね、入ってきて、三浦淳ってね、小学校の時に書いたものとか、自分で作った歌とかを全部残していて、それが膨大な数になってんですよね。それをまとめて本にしたりとか、CD 出したりとかしてんですよ。それいいよなと思う。僕はね、 実はね、アルバムって持ってないんですよ。小学校とか中学校とかのアルバムとかあるよ。でも自分のね、成長のアルバムとかね、家族のアルバムって実はないんですよね。これはまあ、うちの親の問題っていうかね、親はそういうのをね、興味ないんだよね。本当に。なんか人間性っていうのをね、失った動物なんですけど、だから僕の写真とかね、本当に残さなかったんだよね。だからね、そういうのが僕ないんですよ。小さな頃の写真とか知らないもん、僕。だから、小学校の時とか、まあ、それは思い出 とかあるけど顔とかどうだったかなとか思ってだからある種このチャンネルっていうのは僕のねアルバムみたいなもんなんだよねまあネット上にねそういうのを出すと一生ネットのおもちゃとしてねやられる可能性もなきにしもあらずだけどでもまあ僕は本と共にね一生を歩むつもりですからいいかなと思ってねそういった記録ですよね僕が例えばこの時にこれにハマってたとかがねチャンネル見たらわかるわけですよ最近ではあんまり買ってない高段車現代シ ベージュ色のやつ昔集めてたなとか角川ホラー文庫集めてたなとかその変遷がわかるっていうかね。 言わない文庫も、その今1000冊言わない文庫を僕持ってるけど、実は1年前から始めてるからね。それもね、全部わかるんですよね。YouTube で。その集めようかなって思ったのは去年の6月なんですよね。だから1年とね、数ヶ月で僕は1000冊言わない文庫を集めたことになるんですよね。そういうのがわかるんですよ。よくね、ツイッターとかで読書ノートとか取られるんですかとか言われることあるんだけど、やっぱこの YouTube チャンネルが読書ノートみたいなもんなんだよね。だからそういう使い方を僕はやってると。 いう感じかな今じゃこういう顔出しとかもしてますけど、顔出しも1年前からですからね。2年間 YouTube やってんのに、最初の1年間は顔出ししなかったからね、僕ね。顔出しせずに、こう自分の手だけ映してやってた期間っていうのが長いもんですから、いまだにね、顔出しとかね、ちょっと恥ずかしい感じはします。あとは芥川賞と直木賞のね、候補作全部読むっていうのは、実は YouTube を始めてから思いついたことなので、YouTube を始める2年前は、 てて読むっっことはしなかったんだ,よ、ね、だからそれもね YouTube のねおかげっていうか僕は YouTube2 年間やってきていろんなことをするようになってその YouTube によって僕は成長してるっていう感じはしますよ。 どこか言わない文庫もきっと YouTube しなかったら買わなかっただろうしね。まあそれこそ今ノートとか書き始めてますけど、そういうのも YouTube しなかったら多分ね、継続しなかったんだと思うんだよね。正直なこと言うとある程度何かに没頭すると限界が来るんですよね。で、その限界を超えるためにちょっと新しいことしようかなっていうのを繰り返してるわけですよ。そうして YouTuber としてもしくは人間としてね、読書家として成長できるっていうことはあると思うから、こういう YouTube に、俺は純文学が好きなんだぜって言うことによって、さらに、あ、俺って純文学が好きだったんだっていう、その反射させて、自分で把握すると。で、さらに、じゃあ本買おうかなとか言って、もっと純文学の本買ってくるとかね。やっぱり僕にもね、この本は欲しかったんだよ、昔からと。でも、ちょっと高いと。8000円すると。その本どうしようかなって思った時に、YouTube で出すように買うか、とか言って、決心つく時あるんですよ。 YouTube を言い訳にして決心つくんですよ最近だったら「スカっちゃうの100冊」っていうねやつを発表しましたけどその中にある猫田美智子さんのね噂のベーコンっていう本があるんですよ。 その本って、めっちゃカルト的な人気があって、1万円するんですよ。で、その1万円するのをね、わざわざ僕入れたんです。100冊の中に。そうすると、僕持ってないんですよ。昔図書館で読んだことあるんですよ。絶対買わなきゃいけないじゃないですか。僕が言い出してんだから。いや、自分100冊入れてんのに持ってないんかいって言われるのが嫌だから、絶対買うんですよ、僕。将来。そういうね、もう言い訳できなくするように、僕ちょっと行動してんだよね。<laughs> YouTube ってある意味そういうことになる でもそれはやっぱり一つ成長でもあるよね無茶をすることで何か自分に刺激を与えてるっていう感じがあるからこのね2年間はねかなりね有意義な時間でしたねこれ最後に言いますけどやっぱコメントとかでね使っちゃんのおかげで知らない世界を知りましたとか面白い本に出会うことができましたとかねいうコメントがねやっぱある時あるんですよやっぱそれ見ると一番嬉しいよね僕もやっぱそれあるからね YouTube をやって自分で発信る 発信してるけど、それゆえに新しい本に知り合えることがあるんですよ。だからそれがやっぱ嬉しいから僕は。その体験をね。 まあ少しでもね、提供できるんだったらやっぱ嬉しいなって思いますよね。このチャンネルを見てくださってる人はそら本好きだろうけど、やっぱ本好きさんとね、そういうね、いろんな共有とかができたらいいなって思いますよね。そのために YouTube やってるんだから僕は、そういうところに嬉しさを感じたりとかね、僕はしますね。はい。まあこれからね、3年目に突入するわけですけどね、これからもね、どうぞ使っちゃおをね。よろしくお願いいたします。 どんどんね、本に関する動画をね、たくさん出していこうと思います。もう10年とかね、20年とか30年とかやりたいもんですね。だから継続だけが僕は好きだし、自分の好きなね、趣味のことを話してますから、一生できると思うんだよね。僕が本について語らなくなった瞬間に多分この動画は更新されなくなると思うんですけど、まあ、きっとないだろうなとは思うんだけどね。本大好きだからね。まあそんなところかな。まあ皆さんもね、何かしらコメントください。 2周年おめでとうっていうねこととかね別にあの何でもいいです2年間の何かね皆さんもあると思うんですつかつに対してそれについてねもう何でもいいんでもしコメントいただけたら僕もね元気が出ますんでねぜひもう何でもコメントお書きくださいはいまあそんなところかなまあ今回はね終わります3年目もね頑張っていきますんでどうぞよろしくお願いします高評価コメントチャンネル登録ねどうぞよろしくお願いしますではではつかちゃんでしたバイバイ